今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いします。今ない〇〇を妄想して、それが昨年の5月からそれを妄想を始めちょうど8ヶ月経ちましたと、で8ヶ月で現在、チャンネル登録者数が52人になりました。そうですね、この始める前にね、この今更 YouTube、みたいな声はたくさんある中、ブルーオーシャンかもしれない、と思って飛び込んだ YouTube、52人って聞くと、多分皆さんたった、娘とかは笑うんですね、やっぱり、フィッシャーズ500万人とかを見てるので、まあ、普通の人の感覚でいくと多分52人って、はい、みたいな、そう、え、ひまわりチャンネル200万人だよみたいな、そう、そんなレベルだとは思うんですよ、ね、はい、ただこの、私の中でね、前 2,3 本前の動画で50人を超えて、超えた時に緊張が始まったんですよ。あ急に50人が見てるって思うと、50人がいいって思ってくれたってことですからね、はい、ってなるとですね、急に緊張が始まってですね、声が上ずるとか余計滑舌が悪くな、なりませんでした。なります、なります。よく噛みますこれは緊張から、緊張、多分緊張から、僕の中でその嬉しかったのは、誰も見てくれないだろうで始めたものが50人、2人、これ結構リアル、多分やった人だと分かると思うんですよね、そうこのちょっとずつ増えていって、だから最初なんか動画を投稿しても多分自分たちしか見てないですよ。ああそうですね、最初の方、そうです、ね、10再生された10多分僕たちが見てる、見てる、そうですね、はい、っていうのがこうだんだんこう投稿すると見てくれてるんだみたいなのがこう分かってくる、ね、よくその、アナリティクスを隊長が見てもらうんですけど、僕がその何増えました、このワードが良かったんですかね、って初めのうちに聞くと、誤差ですって。誤差です。誤差ですっていうのをすごい言われたんですけども、最近はその、あ、このワードが効いてるのかもしれないですね、みたいな。そうそう、分析すると、うちなぜか少子化とか多いんですよ。少子化とエニアグラム。あ、エニアグラムが一番多いですよね。はい、エニアグラムってキーワードで、あ、みんな見てきてくれてるんだなっていう。だからエニアグラムの動画を喜んで見てくれてる人が、多いんだなっていうのが分かるじゃないですか。僕としてはそれを誤差って言われなくなったっていう、そう、だから最初は本当に誤差じゃないですかなるほど。だって10再生のうち本当に多分8とか9とか自分たちで再生してる、はい、はい、おっしゃる通りです。何回も見直したりとかしてるっていう状態なので、はいはい、もうたまたま1誰かが見てくれたかどうかぐらいの、そうなんですよね、っていうところが最近はこう僕もこう生の数字が見たかったりするんで、はい、あんまり自分の動画見なかったりするんですよね。なるほど。そうそう。で、そうすると、あ、ちゃんと見られてるんだなっていう、はいはい、でこうリアルタイムをこうちょっと見れたりする場所もあったりするんで、あ、今3人見てるなとか、あ、今5人見てるなとか、あ、なるほど、分かったりして、あ、結構見られるようになってきたなっていう実感が湧いてきた、はい、そう。だからこう多分やったことない人は50人とか聞くと鼻で笑う、失笑レベルですよね。失笑レベルだけど、はい、多分ここが重要かなっていう、やり続ければ増えていく、はい、っていうのが50人っていう時点でもだいぶこう分かってきたっていう。なんかよくネットで見ると言われているのが、その10人まで行く時間と100人まで行く時間が一緒だよと、それまだ100人から1000人っていう時間が一緒だよなんてことが書いてあってですね、でもしかしたらこの大体 YouTube は1000人から今は収益化なんですよね。そうそうそう、あと早く100人いかないかなと、うんうん、そうそう、その100人までの頑張りをもう一回続ければもう1000人までいくっていうところで、うんうん、だ僕のなんとなくの計算をこの間してって、はいはい、多分春、はいはい、4月とか、はい、あ、4月とかっていうか動画の本数が重要だったりしますけど、もう40本はい、行けば
多分150から200ぐらいにはなるかなっていう。なるほど、うん、っていう計算、まあ、このコンテンツの質みたいなところもあるんで、まあ、勉強は欠かせませんよと、欠かせませんよっていう、はい、まあ、やる内容とかもちょっともっと練っていく必要あるかなとは思いますけど、はい、ただこう順当にいけばそれぐらいので、いかないときは多分動画が悪かったんでしょうね。それでもう年末の最後に上げた2本が、だいたい今まで動画を上げると2人とか3人とか増えてたんですけど、久々に増えないっていうところに来て、すごい私は落ち込んだんですね。でもしこれ私一人でやってたら折れてます完全に。ただ体調が大丈夫ですと、大丈夫っていう、このエニアグラムでいうところの楽観的な。ただその大丈夫っていう根拠もそこそこ、なるほど、そのまあさっきの誤差じゃないけど、はい、この動画1本見られない可能性はあるわけじゃないですか。時間だったんですかね。だから投稿するタイミングもあると思うし、この年末のその時間、皆さん他のきらぼしのごとく輝く YouTuber の頑張り、うん、頑張りだから競合が強い可能性もあるし、はい、だって年末でみんな忙しくて見てないっていう可能性もあるし、はい、だからいろいろあると思うんですよね、時間帯の問題だとか、はい、でそれが通常時と違うんで、通常時と違う動きをするのはまあ可能性としてはあるかなっていう。これまあ我々今その週に大体2本ぐらい、うんうん、本当はなんかよく YouTuber はなんか毎日上げろって、うん、毎日上げるのがやっぱり効果的には言いますよね、うん、ただ今週に2本の割合で、うん、私普通のサラリーマン、体調はもうあの起業されてるんですけど、うん、なんでまあその限られた環境で今上げております。うん、でそうするとデータがもう40本投稿すれば50人ぐらい、はいはい、もしくはこれからサラリーマンで毎日上げれないよっていう人の人に対しては若干なんか指針になるのかなと。指針になると思いますけどね。まあなんででも、うん、まず言えるのは、うん、やればやるだけ、うん、その僕の中ではその見てもらう、得る人が増えるっていう喜び、もう何事にも代え難い喜びがあります。うん、で、まあ、今回投稿してチャンネル登録者数が増えなかったって、はい、いうのは僕は嘆いてます。だけど再生数は普通に増えてるんですよ。再生数は増えてます。再生数は増えてるんです。なので、はい、たまたまそういうチャンネル登録をしない属性の人が見た可能性もあるし、はい、もうすでに登録してる人が見てる可能性もあるし、リピーターですね。リピーター。そうすると、はいはい、まあね、そんなに悲観することはないから。これがこう10本やっても20本やっても、ちょっとこれ誤差じゃないなってなると、落ち込むだろうなそれは。ちょっと内容を考える必要があるけど、はいはい、まあ内容を考える必要があるっていうのも、急にここで料理が始まるかもしれないです。そう、M8 クッキングやってるかもしれない。っていう、まあなんかいろいろ分かることあるじゃないですか。はいはいはい。ダメならダメで、まあ、やらないとでも分かんないですよね。そうそうそう、何がダメだったんだろうっていうのがこうデータとして残っていくので、はい、そしたらまあ改善していけばいいだけの話かなっていう。でこれも初めはそのこんなことをやろうっていうのは特になく、うん、その僕の中ではなんかそのよく芸人さんがね、うん、いや我々は失敗した時にこうやって話せる場があってよかったってよく言うじゃないですか、卑怯だと思って僕も欲しいと。そう、俺ないじゃんそういう場所っていうの思いはあったんですね。なんでこの普通に喋ることでチャンネルになったらなっていうのがあったんです。最初何かあったんですか。僕はね、やってみたかったっていう。あ、YouTuber をやってみたかった。YouTuber をやってみたかったっていうのと、はい、まあ、やっぱりなんかこういろいろシステムがどんどん進化していく。興味はシステムだね。システムでなんか仮説的に。なんかどん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 こう個人が発信しやすい状況になっていくんじゃないかな。今の YouTube ってまだ有名 YouTuber が牛耳ってますね。牛耳ってるじゃないですか。でそれはまあその人たちの頑張りがあったからとか、もちろん先見の明でしょ。先見の明、はいはい、だけどもっとこう個人に刺さるものを Google は表示してくるんじゃないかなって。あ、要は、うん、あの面白 い, お面白 い, いある特定の人にとって関心の高いことを話してるよっていう精度が上がる。精度が上がる。なので、まあ、よく僕がこうよく見てる動画とかって関連動画とかで出てきたりするじゃないですか、はいはい、でそれはまだこう有名人有名 YouTuber がいっぱい上がってくるけど、上がってきますね、もっとこうこの人にはこの人のコンテンツが刺さるみたいなのを Google がこう計算して、まあ、YouTube のところにこう出してくるようになってくるんじゃないかな。
あ、そうすると、うん、もしかしたらその、うん、今ってテレビでももう今 YouTube 見る時代じゃないですか、はいはいはい、そうするとテレビのチャンネルの一つとして、うん、例えばあのホリエモンがいて、うん、西野さんがいて、うん、カジサックがいて M8 みたいな並びになることもありますよね、うん、でその精度がどんどん上がっていけば、はい、絶対こう日本人1億人いる中の100万人ぐらいは、はい、10万人ぐらいは行くんじゃないかなって。今でも YouTube には字幕機能ってあるんですよね、はいはいはい、まああまり滑舌が良くないのでちょっとあやふやな感じはするんですけど、うん、まあ、でもその字幕の機能がもっと、まあ、そう字幕の機能が高まると、うん、今度はそれが英訳されます、うん、何語になります、うん、何語になりますってなると急に世界になりますからね、うん、で勝手に思ってるんですけどね。そう、はい、なのでそういうふうに90億人、まあ、それだけいたとして、はい、絶対いますよ。これがおっさん2人が絡んでる動画が面白いって思う感性の人が絶対いると思うんですよ。80億人の 1% はすごいですね。そう、はい、ってなってくるとそれこそもう早いうちにやっといた方が。そうなんですね。もしか迷ってるんだったら、うん、まず1回やっちゃった方が、うんうん、我々のその1回目の動画もそうですけど、うん、ここなんて言いましょうとか、うん、どっちから言いましょうとか、うんうん、っていう感じですもんね。そう、はい、だからやることがやっていくと、あ、これ決めなきゃねっていうのが分かってきますよね、うんうん、はい、そういう場所を作りたいみたいなのもあるんですよね、僕の思い的に。あ、そうで、よくね、うん、例えば西野昭弘さんはディズニーを倒すって言ってますよ、うんうん、で鼻で笑われたと、うん、でも今実際、うん、あの煙突町のプペルとか、うん、映画やりますとか、うん、もう実際なんかそっちに向かってるんですよね、うん、で片や、うん、あの世界的に有名な、うん、あのルフィさん、うん、ルフィさんは、うん、海賊王に俺はなると、うん、まあ、有名なフレーズがあるじゃないですか、うん、これ隊長、これ M8 もね、うん、何かそういうのをぶち上げた方がいいんじゃないかと。あ、なんかまあそのワンフレーズじゃなくてもいいんですけど、うん、なんかこんな方向に向かっていけたらなって思ってたんですね、うんうん、そうしたところ今その事務所なんていうの、いや、僕がやりたいのはスタジオです、はい、要は、うん、YouTube やりたい人がやれるような感じ、あのブームとかとは違う、はい、で私がね、うん、そのまあ、娘ちゃん、うんうん、あのフィッシャーズとかヒカキンとか大好きで、うんうん、よくあの人たちが集まってレコード出してる、うん、あの、うん、レコードって今言わないですね音楽のミュージック PV とか上げてるんですよ、うん、でそれ見て一緒に歌ってるんですね、うん、でそれ見てる時にパパが僕が、うん、いやパパもね、うん、何年後かにあれ入ってるかもよって話をするとですね、うん、私もウームの事務所に行きたいと、うん、って言われるんですけど、うん、今のこの隊長の話を聞くと行けないですね。行けなくはないですけどね。いや、っていうとここがそうなるわけですもんね。ここがまあ、ね、そういうふうでもない、そういうもっとコミュニティ的な感じ、 YouTube をやりたい人がもっと気軽に YouTube ができる、うん、なんか動画って結構ハードル高くないですか。高い、一人でやろうと思ったらハードル高いですよね。僕あの一本だけ、うん、あの肥満コンチダイエット部っていうのを出たんですね、うん、iPhone で撮って、うんうん、まあ大変。じゃあそれちょっとサブチャンネル作りましょう2人で。ああ、まあまあそうですね。あの健康チャンネルもやりたいって話をしてるんですよね。なのでそういうなんかもっといろんな人がいろんなアイデアを持ち寄って、うん、なんかできる YouTube スタジオみたいな感じのものが作れたらいいかなって。で実際今この、うん、ルーム8っていうコーワーキングスペースなんですけど、うんうん、今実はもう一人英語の先生が、あ、そうそう、英語の先生がいて、英語の先生もここで YouTube を撮ってる、うんうんうん、っていうのもあるし、なんかもう一個挙げられたんですよね、うん、あ、そうそう、音楽、僕はベース弾いてるんで、あ、ここでここで拙いベースを世界に発信した、世界で、やこれは何ですか、もしかしてあの、うん、ジャスティン・ビーバーにフォローされるように音楽を始めたんですか音楽はまあバンドをやってたんですけどね、はい、でその仲間とこれ YouTube やったら面白いよねっていう話になって、はい、今までライブハウスとかでやってたんですよ、はいはいはい、それよりも YouTube でやった方が面白くないってなるほど、そう、こうライブハウスだとやっぱり行きたいけど時間が合わないとか、はいはい、あるじゃないですか、はい、それがこう動画だったらいつでも見れるし、見たきゃいつでも見れるっていう、でお金もかからないし、そう、音楽はオリジナル、カバーとか、その辺ってカバーだと、うん、著作権の問題とかってあるんですかね。大丈夫です、あの
CD を流すと著作権引っかかりますけど、はい、僕たち演奏して歌ってるんで、カラオケの歌ってみたら多分あれダメなんですよね。カラオケの歌ってみたらバックに流れてる演奏が著作権が多分発生してるんでダメなんですよね。なるほど、うん、だから演奏して歌えば OK で、あれ YouTube に著作権料払ってる、 YouTube が払ってるのかな。なるほど、だからこうバックミュージックで流しちゃいけないけど、はい、それをこう演奏すれば OK みたいな。なるほど、うん、だから弾いてみたっていう動画は結構いっぱいあるんで。ありますよね、うん、だからその辺はありなんだなっていう。今実際もじゃあここはちょっとスタジオに向けての、スタジオに向けて動いている、だから機材とかもどんどん揃えていきたいしっていう思いはある。なるほど、だから本当にこうメンバーというかいろんな人が来ればいろいろこう機材もシェアできるわけじゃないですか。そうですね、カメラとか言っても高いじゃないですか、うん、いいのは高い、スマホで撮れるとか言っても、はい、あれが強その大吾さんだけですよそうそうそう、ね、猫ちゃんナーゴナーゴって言わしてそうそう、はい、であの早口をこうやってやりながらかっこいいかっこいい大好き、うん、そう僕もよく見ます、ね、はい、でだけどこうやっぱりみんなちゃんとしたカメラで撮ったりすると、まあ、そういうのでこうみんなでやればいろいろメリットも大きいんじゃないかっていう。そうですね、うん、ちょっとずつそう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 出し合って、うん、でまあ予約かなんかでこういつもこう撮影してるみたいな、はい、ね、面白いかなっていう。昨日も YouTube やってる人が来たんですよ。ここにどこから来たんですか。それ普通にサイトから、あ、別に YouTube やりたいって来たわけじゃないですけど、はい、話を聞いたら YouTube やってて、奥さんが台湾人で、はいはい、なんか中国語と英語とかの YouTube やってる。あ、なんかもうちょっとずつなんか時代はなんかそういう風に向かってるんですね。そう、イカ釣り専門チャンネルの人もいますからね。それは絶対バズるやつですよ、ね、バズるやつ、うん、なかなかこのトークでっていうのはなかなかちょっと難しいのかもしれないんですけども、うん、その体調の僕は言葉を信じてますよ、うん、だからまあやれば行くのかなって、はい、でまあ僕たちもまだこう喋りも上手じゃない、滑舌もね、はい、そう聞きづらいなんて言われたりする、めちゃめちゃ言われますこともありますけど、はい、まあ、これもやらなきゃ成長はしていけないんで、そうですよね、そう、はい、少しずつこう、はい、だんだん聞きやすくなっていけばいいかなっていう。やっぱりあの週刊キングコングってよく見るんですね、うん、西野さんと、うん、あの梶原さんの、うん、やっぱりあれはあの人たちはノーカットでやってるらしいんですけど、うんうん、やっぱね、滑舌が良くてね、うん、あの言いよどみがないそう、あれを見るとプロだなって思いますね、まあ、プロですからね、はい、でまあ、ちょっとずつこれもやっていかないと、うんうん、まあ、ここが我々も伸びるわけないですもんね、うん、そういう技術的にも、うん、で必ずしもあのプロレベルの喋りが必要かっていうと、そうなん、 YouTube はそうじゃない、うん、別に高い刺激を求めてるわけじゃない、そう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 、はい、だから内容さえ面白ければ、はい、多少噛んだりしてても面白いチャンネルは面白いみたいな、そうですよね、ちょっとそこら辺がテレビとはちょっと違うかなっていうところもあるので、はい、だったら僕たちもいける、テレビでレギュラー番組撮るのは無理かもしれないけどまあ確かにそう、だけどこう YouTube ならいけるんじゃないかっていう、僕はなんとなく思ってます、うんうん、はい、なのでやり続けることが、はい、素人のフリートーク、はい、素人っていうか、まあ、あれですけどねでも成長していきますから、あ、成長どんどんしていきます、はい、もちろんもちろん内容もいろいろ考えて、はい、でとりあえずこの、うん、定点観測まず1年目、うん、まあ、1年といってもまあ2019年の5月から、だからそうか、来年じゃない、今年の5月、なんでそうですね、2020年の5月には200人いきたいですよね、何人になってるかで、またその年の最後、うん、年の最後、まあ、年始ですね、うん、まだ2021年のこのタイミングで何人になってるのか、うん、もしかしたらそのこのスタジオにそのもっと YouTuber が増えてるのかもしれないし、うんうん、僕が仕事辞めてるのかもしれないし、そう、はい、面白いですよねっていうのは、もうやってないとそういう道は見えないですからね、うん、はい、でそれをもっとこう気軽にやれるようなのを作りたい、はい、作りたいそれが M8 で、うん、あの別の道で進めている政権っていう、うん、政権じゃない政党っていうね、はい、国を良くしたいっていう、国を良くしたい、はい、だからまあ YouTube を使って国を良くしたいですね、そうですね、はい、うん、っていうのを考えております、はい、はい、2020年
1月の定点観測でした、はい、今年もチャンネル登録もよろしくお願いします。高評価もお願いします。でも確かにみんなグッドボタンを押してねってやってますもんね。グッドボタン押してねって僕たちその辺まだ素人なんでやってない、基本を抑えてない。そう、はい、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。